皆さんこんにちは、ラシーヨです。皆さんはフィリピンと聞くとどんなイメージがありますか？お手軽なアジアの旅行先や美容整形に長けた国などというイメージがあるかもしれません。フィリピンがここまで安全な国になった背景にはある政治家の活躍がありました。その政治家の名はロドリゴ・ロア・ドゥテルテです。ドゥテルテが大統領になる前のフィリピンは犯罪組織やテロ組織の温床でした。そんな危険な国をどうやって日本にも匹敵する安全な国に変えたのか、今回はそのロドリゴ・ロア・ドゥテルテ大統領をご紹介します。ドゥテルテは1945年フィリピンのマーシンに生まれます。父親は政治家、母親は家庭教師と裕福で厳格な家庭に生まれ、特に父親は1965年から85年まで独裁体制を敷いていたマルコス政権の下で内務省に勤めるほどの人間でした。ところが息子のドゥテルテは長がつくほどのやんちゃで、10代の頃から喧嘩を繰り返しては何度も投獄されており、16歳の時には喧嘩が原因で相手を刺し殺しています。そんなやんちゃな生活の一方で勉強ができなかったわけではなく、フィリピンライセウム大学で政治学を学び始め、さらに上のサンベタ法科大学院も卒業しています。しかし在学中、自分の家系が根血であることを同級生にバカにされ、怒って大学で発砲事件を起こしています。その後は法の番人である検察官として地元ダバオに赴任しますが、検察官として見た町の現状にドゥテルテは驚きます。当時ドゥテルテが担当するダバオは異常なまでに犯罪率が高かったのです。この時代のフィリピンはとんでもなく治安が悪く、中でもダバオは群を抜いて危険な地区でした。年間の殺人事件は国内1位、性犯罪率は第2位、おまけに麻薬ギャングがダバオを拠点に日本の反社会組織、北朝鮮や中国のマフィアなどと麻薬の取引をしていました。この無法状態を何とかしなくてはと考えたドゥテルテは、町から麻薬を撲滅すると宣言し、ダバオ市長に立候補します。この麻薬撲滅宣言は好評で、彼は市長に当選。すぐに動き出します。それが自警団ダバオデススクワットです。この組織は警察を中心に市民も参加する自警団で、ダバオにいた麻薬組織や常習犯を皆殺しにすることが許可されていた自警団でした。当時のフィリピンがどういう法体制だったのかは疑問ですが、とにかくこの組織が町を挙げての壮絶な麻薬撲滅運動を起こします。ドゥテルテ本人も職務が終わると夜な夜な町まで繰り出し、麻薬バイヤーやギャングを見つけては自ら手を下し、少なくとも3人を射殺したり、強姦を行った中国人をヘリコプターから投げ捨てたと豪語しています。こうした活動で彼が市長になってわずか2年で麻薬カルテルを壊滅どころか、バイヤーや常習犯まで即抹殺したことでダバオの治安は一気に回復、日本と同じくらい安全な都市と呼ばれるようになります。さらにダバオに外国企業を多く誘致、外資と雇用を同時に確保していきます。こうしてダバオを再生させたドゥテルテでしたが、2014年頃からフィリピンを取り巻く世界情勢は大きく変わり始めていきます。他の都市の麻薬カルテルが外国マフィアと結託しだし、フィリピンに潜伏していたイスラム過激派 ISIL が動き始め、強国中国が南シナ海侵攻の野心を隠さなくなり、アメリカがそれを止めようと軍事行動を活発化させ、東南アジアでアメリカと中国の代理戦争が起きようとしていました。このままではフィリピンの危機と感じたドゥテルテはフィリピン復活を掲げて大統領選挙に立候補、選挙活動中には殺すや血祭りにあげるなどの過激な発言を行うも、経済や雇用に関しては的を得たマニフェストを掲げます。彼なら今のフィリピンを変えてくれるのではと期待され、大番狂わせで大統領に当選。こうして2016年フィリピンにドゥテルテ大統領が誕生しました。ここから彼は本格的にフィリピン再生に取り組みます。大統領に当選した直後からドゥテルテ節は炸裂。彼は就任演説で、麻薬カルテルとバイヤーが最後の一人になるまで抹殺する、奴らが願うならあの世に送ってやろう、この際人権は忘れてほしいと発言しています。そしてダバオ時代と同じように暗殺自警団を組織、
さらに麻薬組織の幹部を倒せば高い報奨金まで出したことで、市民が麻薬に関わる者を容赦なく断罪しました。こうして行われた麻薬撲滅計画で、ドゥテルテが大統領になって半年で6000人以上が処刑されます。この虐殺に近い行為に国連や世界中から非難されますが、国連の弁務官は頭脳がない空っぽだ、栄養すらない、などと子供みたいな悪口を連発。オバマ大統領に対しても、あいつは売春婦の息子だと、もはや怖いものなしでした。多くの被害が出ていながらも、ドゥテルテの支持率はなんと 80% を超え、国内の犯罪率も毎年低下していきます。こうして国内の治安を改善させると、次は外交問題に取り組みました。この時期、中国が南シナ海に勝手に人工島を建て始めます。この中国の拡大を阻止するべく、同盟国アメリカがフィリピンや東南アジアを守るという趣旨で、軍事活動を活発化させ始めました。このままでは米中の争いに巻き込まれると考えたドゥテルテは、ある妙案を思いつきます。それが両国にすり寄ってお金を稼ぐ外交です。ドゥテルテはアメリカとの交渉を切って中国を優先する発言を多く行い、中国寄りの姿勢を見せ始めました。これに喜んだ中国は、ドゥテルテとの会談の際にフィリピンに経済支援を行うと約束しました。このままではフィリピンが中国に取られると考えた日本は、アメリカとフィリピンの関係を取り持とうと経済支援を盾にフィリピンに接近。これを快くドゥテルテは受け入れ、再びアメリカとの交渉を開始。アメリカとの会談では経済支援を約束させ、さらには軍の拡充をやめさせた上に、同盟関係は継続させました。結局蓋を開けてみれば、中国、日本、アメリカと世界トップの金持ち国家から支援を約束させ、ピンチになれば世界最強のアメリカが助けてくれるという先進国3国が出し抜かれただけで終わったのです。またこれは現在でも進行中で、中国と日米がフィリピンへの支援額を毎年上げ続けています。そうして外交により強国2国からの支援を受けると、ドゥテルテは国内最後の敵との戦いを行います。それはこれまで世界を巻き込んで数々のテロを起こし、その一部がフィリピンのミンダナオ島を拠点に活動していた ISIL でした。日本ではイスラム国と呼ばれる組織で、その組織の一部であるアブサヤフという過激派グループが2000年代初め頃からフィリピンでたびたびテロを起こしていました。この ISIL は非合法な手段で資金と武器を集めており、一国に匹敵するほどの武力を持っていました。このアブサヤフと全面戦争になれば、フィリピン側にも甚大な被害が出ます。それを回避するために再びドゥテルテは動き出します。またもや中国にすり寄り、中国は最高の友人とまで言いながら、気を良くした中国から最新兵器を大量に支援させ、フィリピン軍を強化。一方アメリカには同盟関係を持ち出し、フィリピンを守るよう要求。断れないアメリカは特殊部隊の派遣と航空支援を約束しました。最強の2国から支援を受けて強力になったフィリピン軍は、2017年ついに ISIL の壊滅作戦を発動。こうして始まったのがマラビの戦いでした。敵は民間人を人質に、人間の盾作戦で対抗しましたが、応援のアメリカ特殊部隊が次々に人質を救助。精密な空爆支援を行ったことで ISIL の拠点はほぼ壊滅。加えて中国軍の兵器で武装したフィリピン軍が掃討作戦を開始。徹底した武力による攻撃は ISIL をわずか1キロ四方に包囲。いくら資金が豊富だとしても米中の技術を前に勝てるはずもなく、20年近く悩まされたテロ組織との戦いは戦闘開始からわずか5ヶ月で勝利します。さらに戦争終了後も甚大な被害が出たマラビの復興支援金を世界に嘆願。ここでもフィリピンを欲しがる中国とアメリカは互いに金額を上乗せし続け、多くの支援がフィリピンに流れました。こうしてドゥテルテはフィリピンを取り巻く問題を力で解決しました。そのおかげかドゥテルテの支持率は 90% を超え、その人気は在任期間中衰えることがありませんでした。以上が力ずくの名政治家ロドリゴ・ロア・ドゥテルテ大統領でした。人権無視などとても褒められたものではありませんが、小さな国でも外交一つで大きな力を手に入れることができるというお手本のような大統領でしたね。このチャンネルでは、明日誰かに話したくなる
そんなお話を投稿しています。面白かったら高評価、チャンネル登録を押していただけると幸いです。またベルマークも押していただけると新しい動画をチェックしやすくなります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。